Hello and welcome to Globalize. 私はマネックスグループのイエスパー・コールです。よろしくお願いします。今日のテーマは AUX。これはどういうことであるか。A は AI。まあ、今 AI は非常にテーマになって、でもこれは実はもう半年前からのテーマになって、もうほとんど市場で織り込んであるんではないかと思います。今度のテーマは、やはり ARMS。ご存知な通りで、半導体メーカーは9月に NASDAQ に IPO、NASDAQ には上場する ARMS。これはうまくいくかいかないか、これはすごく大きなテーマになると思いますけれども、これはなぜかということであって、AI ということはみんなわかっているんですけれども、でも AI のエンジンは半導体、そして ARMS の9月の上場はうまくいくと、そうするとやっぱり AI のテーマはまだまだ1回ステップアップするのではないかと思います。じゃあ、A は AI と ARMS。U、これはUnemployment、米国の失業率。今ほとんどの市場家の参加者はもうそろそろ米国は利下げするんではないかということを考えていると思いますけれども、実際は米国経済はまだまだ非常に強い。特に今インフレの低下がありまして、でも米国の失業率全然やっぱり上がっていかない。そして米国の雇用相場は非常に強くて、だからこそ今これからの 2,3 ヶ月間で米国の雇用者者数が20万以上に伸びると、フェデラルリザーブはあと1回か2回は利上げするんではないかということになって、だからこそ U、米国の Unemployment ちゃんと見てください。3番目は X。X は何ですか？これは Twitter のことではありません。これは実は日本です。X は輸出、Exports、輸出。そして日本から世界への輸出がどうしても世界の景気敏感性の先行指数なんです。ご存知な通りで、今まだ半年間で日本の輸出は非常に弱いんです。これは特に中国向けの輸出が日本からまだまだやっぱり下がってるんですけれども、そしてこの間の決算で、例えば大きなロボットメーカー、ファヌク、中国への注文が 40% 減ということがあるんですけど、だから中国経済も弱くて、そうすると世界経済も弱くて、だからこそ日本から中国、日本から世界への輸出は大きなテーマになると思いますけれども、だからこそ A、AI と ARMS、U、Unemployment、米国の雇用者、プラス X は日本の輸出ということを見てください。私の個人的な見通しであると、やはりこれからの 2,3 ヶ月間で、特に日本から世界への輸出は大幅回復するのではないかと思ってるんですけれども、思ったより中国経済、思ったより米国経済が強いんではないかと思って、だからこそ米国のUnemployment、米国の U、Unemployment はなかなか変わらない。米国の雇用相場が強くて、だからこそ米国の Federal Reserve、米国の中央銀行はあと1回だけではなくて、もしかしたら2回、3回の利上げの可能性は非常に高いと思います。ありがとうございます。これはマネックスグループのイエスパー・コール、グローバライズです。よろしくお願いします。